はい、こんにちは、ジェイブ明石店でございます。今日はノアですね。ですね、距離の方がもう15万半ばぐらいまで確か走ってたと思うんですけども、はい、ただまあまだ整備とかオイル交換とかしっかりやってれば、まだまだもう1回ぐらい車検取ってね、乗れるんじゃないかなと思います。はい、そしたらいつも通りチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。チャンネル登録いただけますと、励みになります。よろしくお願いします。ついでに取り消しはしないでください。取り消しされるとなんかすごくショックで、まあ、コメントでもいろいろショックなこと書かれますけどね。はい、そしたらまず、フロントドアのですね、ここに傷があります。こちらにもあります。はい、リアドアは大丈夫かな。これこういったお車ですかね、バンパーとかこういったとこちょっとこう当てたのかへこんでますね。で傷もやっぱり荷物を下ろして時のあれですね。で一応バックカメラついてるんですけども、もうこれちょっとバックカメラもダメですね。ちょっとざっとなんで、あとここら辺ですね、これ多分ぶつけて割れちゃったのをボンドで止めたんだと思います。ただまあですね、こっち側の方の部品が特に問題ないんで、ちょっともう多分大丈夫と思うんですけどね。もうちょっと車検取ってちゃちゃっとご納車できればと、まあ、あんまり売りたくはないんですけどね、正直言うと。であとまあ大きいところもさっきのところぐらいで、あとこれですね、ライトのくすみがちょっと結構大きいです。で一応今ライトついてるんですけども、ディスチャージですね、確かディスチャージだと思ったんですけどね。ディスチャージやんな、よいしょ。はい、そうですね、これディスチャージですね。はい、もうついでにちょっとエンジン用の方ですね。はい、行きます。こんな感じです。車内の方にちょっと行ってみたいと思います。オートスライドドアついておりません。なので手動です。多分この頃はね、かなり高価だったと思いますんで、オプションでな感じです。こちらの奥さんがね、もともと自動車屋さん、車屋さんで働いたみたいなので、まあまあそれなりによく知ってた奥さんです。はい、地デジです。地デジとあとナビゲーション、あ、違うな、どこだ、これかナビゲーションです。で ETC 付きです。でバックカメラはまあ、こんな感じで真っ暗になっちゃいます。もうカメラ取り替えれば大事だと思うんですけどね、あんまりちょっと下手なこと言って何もできなかったら困るんで、こんな感じです。キーレスは1本です。これ以上ありません。何でしたか、これ電動格納ミラーとライトレベライザーですね、感じです。オールオートです。あと車外ですね、車外のアルミ付きです。はい、こんな感じです。まあナビゲーションの結構新しそうなんですけどもね、多分メモリーだと思うんですけども、シートの方はね意外と綺麗なんですよね。セカンドシートです。サードシートです。パック開けた状態でルーフです。タバコは捨てたと思います。ちょっと奥さんが来てたんで、ちょっと奥さんだけなんでタバコ捨てたかどうか把握はできないんですけども、匂いはそんなにしないんですけど、まあ、中古で買われてるみたいなので、その前の方がどうなってるか分かりませんので、はい、
じゃあ人気のノアですね。人気のノア、こちら、車外のアルミ付きのディスチャージ、それと車外の多分メモリーナビです、チレジ付きです。だいたい総額30万ぐらいを予定しております。さあチャンネル登録の方もよろしくお願いします。結構人気なんで意外と、お客様来られますんで、もしお早めに欲しい方はご連絡ください。よろしくお願いします。概要欄に、連絡先書いてありますんで、よろしくお願いします。失礼いたします。